秋元哲文さんっていう当時僕のマッキンゼの大先輩なんですけど、生きてた頃ですかまだ。はい、当時すげえな、やっぱ滝本さんな、俺お会いしてみたかったんだよ。英語業界って非正規雇用が多いんですよね。ちょっとこうブラックなところがあるんですよ。でこれをせっかくだったらもう逆転させたいなと。全員正社員、給与も高くする、駒を詰めすぎるんじゃなくてめっちゃ開けるっていう風にやっても成り立つような商売にしようって最初に決めたんです。人的資本系って何なんですか？人に投資をしたらちゃんとそのビジネスになるってことだと思うんですよ、はいはい、人への投資はただの費用じゃなくて資産になるよってことだと思うんですよね。経営で結果出してきてる人に、仲間になってほしい。一番最初の月に言われたのが、来月一人採用しなさいと、次の月はもう一人採用しなさいと、マニュアルを作りなさい、本出しなさいと、次何したらいいですかっていうのをずっと繰り返してるうちに会社がどんどん大きくなったんですよ。いいメンターを見つけるっていうのもだからビジネス本当に大事だと思います。やる上で大事ですね。メンターを見つけるコツって何なんだろう。僕らは今英語の授業なんですけれども、少し大きく言うと世界で活躍できる人を増やしたいっていうのが僕らの今の思い。英語以外も含めてトータルでサポートできる企業になっていきたい。無理だっていう人をできるようにするのが僕らの仕事なんで。すごいですね、はい、やりがいあります。まあ、でパートナーとその英語の授業を2人がパッションを傾けてできるってなったわけですよね。はい。でその時どういう、もう今のサービスの原型が出来上がったわけですか？それはすぐ作りましたね。ほうほうほう。結局英語学習のその課題を考えた時に、うん、2つあると思ったんですけど、ほうほう、1つは、うん、その世の中に英語のサービスがありすぎる、うん、確かに何をやったらいいのか分かんない、うん、じゃないですか、うん、アプリもある、オンライン英会話、うん、英会話スクール、うん、もういっぱいあって、うん、本も山ほどあるじゃないですか、うん、なんでその人にとって何がいいかを選んであげるっていうのはすごい価値なんじゃないかっていうことを気づいたのが一つ目ですね。二つ目が、結局日本人が英語まあ喋れないとかなんだとか言うんですけど、端的に言うと努力が足りないっていうことに気づいて、英会話スクールが悪いわけでは全くないんですけど、英会話スクールに週に1回行くぐらいで英語って喋るようになるわけがないじゃないですか。なので結局は毎日努力することが重要で、でもこの努力をサポートするっていうサービスもないなと思ったんで、まさにこの2つを組み合わせたのが今のサービス、でもうすぐ作りました。すぐ作ってすぐローンチしましたね。今聞けばそう、まあなるほどなと思うけど、やっぱりマッキンゼって頭いいよないやいやすげえロジカルだもん、家庭が確かに。どう、今の聞いてたってそこまで突き詰めて、だって企業何でしたいって言ってましたっけトースターに目覚ましがついたの、はい、だったらパンの匂いで起きられるから幸せなんじゃないかっていう目覚まし時計を作りたい。めっちゃ面白いですね。って言ったら、そんなのダメ、はい、そんなの どうやって作るんだ、在庫はどうするんだって言ってすぐ却下だって。そんなリアリティのある話にすぐなってるよ在庫が、はい、どっちですか、起業するときになんかマーケット品的な発想、要はそのちゃんと市場があるかみたいなところを分析していく発想と、プロダクターというのは作りたいから作るんだよみたいなのあるじゃないですか、うん、僕は完全にスザンヌさん系なんですよ。あ、本当ですか。トーストの家で目覚めたいんだっていう発想ですね、はい、要するに、うん、これあったら良くないっていうことじゃないですか、うん、はい、そうです。私もいいしみんなも幸せだよねっていうことだと思うんですけど、はい、自分自身の、うん、今はその振り返ったらそう説明しますけど、はい、その当時の発想は、うん、いやこれあったら良くないっていう、うん、もう全く同じ発想で、うん、ありがとうございます。じゃあなんかお金が回るのかとか、うんうんうん、まあ、当時の私はそんなことはやってみないとわからないと思ってたんで、うんうんうん、今みたいな感じで全然始められても僕はいいんじゃないかなと思いますけどねまあ確かにその方ね、VC 目線だったんで、はい、自分なら投資するかどうかって時に在庫リスクあるから投資しないっていう真っ当な判断をなさってたんですよね。そういうことですよね。自己資金関係ないですからね。そう、自己資金でやれば関係ないって発想ですよね。関係ないです。そうだよな、はい、やってみようかな。それじゃあちょっと作ってみてください。俺買うよ一台。本当ですか。じゃあちょっと数量限定で、はい、ちょっと僕も買うんで2台は2台は売れますね、はいはい、約束ですよ。2人はそんくらい買うよ、さすがにそんくらい買うよ。そうだからで、そうやってまあ英語 の今と同じような原型のようなサービスを作って、うん、はい、ここからすごいですよね。何年で上場したんでしたっけ。2026ですよね。はい、なんで6年ですかね。丸約6年ぐらいで。6年か、はい、自己資金いくらでスタートしたんですか、ざっくり。僕が200万で彼が100万円、合計300万。300万から上場に行ったんですよね、自己資金でね、はい、ただ、家庭で実はちょっと資金調達はしまして、あ、途中でね、はいはいはい、いろいろ事情は当時あったんですけど、うん、
はい、まあ、最初はちょっともう半年やって気づいたことは、うんうん、自分たちがあんまりにも経営能力がないっていうことに、最初は勉強になったんですけど、どうしてそう思ったんですかそれ。なんかあの毎日頑張ってたんですよ、うん、でまさに高橋さんみたいな感じで、うん、もう休みもないじゃないですか、やべえみたいな、はい、もう本当にヒゲ剃る時間もないし、本当に、はい、もうオフィスに風呂作りたいみたいな、そうそうそう、よくわかりますね本当に、はい、まあ、そんな気持ちでずっとやってて、まあ、そうするとお客さんは少しずつ来てくださったんですよね、1人2人3人4人って、まあ数えれるぐらいのお客様来てくださって、まあ、それでなんとか自分たちがご飯食べれるようにはなったんです、うん、給料払えると、はい、うん、あ、そうですね、自分たちに給料、自分たちに給料払えるようになって、うん、まあ、言っても20万とかです、うんうん、20万ぐらいだったら自分たちもなんとかなるかなと思って、うんうん、でもなんかふと考えた時にこれずっとやっててもさすがにちょっと違うなと、うん、確かに これをやりたいっていう気持ちです始めたのはそうなんだけれどもちょっと待てよと、そうですせっかくここまで来たんだったらもっと偉大な会社を作りたいっていうふうに2人で、まあ、話したんですよね。例えば言うとスケールしたいってことですかちゃんと。そうです、うん、もうあのビジネスを大きくして、うんうん、その本当にその10人20人のお客様を喜ばすだけじゃなくて、うん、本当に日本変えれるとか、うん、世界変えれるようなサービスにしたいなっていうのを2人でこう、うん、語り合ってて、うん、でそうなった時に自分たちの能力でできるかって2人で議論したら、うん、絶対無理だなとそれなんでどういう欠点に気づいてなんでダメだなと思ったんですか。もう全てですね。結局自分自身っていうのは、うん、まあ、マッキンゼーで2年、うん、コンサルタントをして起業してるんで、うんうん、簡単に言うとペーペーじゃないですか、まあ、社会人2年経った若者ですよ正直、うん、でマーケティングの知識ももちろんないし、うん、その管理会社を管理するなんていう知識一切ないですし、うん、経営戦略作れるのかって言われたらそれも作れないし、うん、どうやってじゃあ社員さんをこう雇って10人20人100人500人1000人みたいな、うんうん、そのやり方が全く分からなくて、はいはいはい、なんであの経験がある人に仲間になってもらおうっていうふうに決めたんです。何の経験がある人ですか。まあ、基本的には経営、はい、経営で結果出してきてる人に、仲間になってほしいって思って、うん、で最終的にはあの滝本さんという滝本さん、はい、滝本の、あ、そうですそうです、滝本哲文さんっていう当時あの僕のマッキンゼーの大先輩なんですけど、生きてた頃ですかまだ。はい、当時生きてまして、その後亡くなってしまったんですけど、はいはい、心強いなそれ。そうです、はい、なんでもうそっからの1年2年ぐらいですかね、うん、もう毎月に1回滝本さんから1時間お時間いただいて、うん、滝本さんから来月はこれしなさいってことを言っていただくんですよ、うん、でそれを1ヶ月間愚直にただやるって、うん、1ヶ月経ったらまた滝本さん来てくれるんでやりましたと、うん、次何したらいいですかっていうのをずっと繰り返してるうちに会社がどんどん大きくなってたんですよね、うん、すげえな、やっぱ滝本さんな。すごい、お会いしてみたかったんだよ、うん、若者の面倒いっぱい見てたんですよね、投資して。あ、そうですね、はい、投資してアドバイスしてみたいな、うん、そうですね、すごい人いたの、アドバイザー。そう、死んじゃったんだけどね、だ滝本さんって何を教えてくれるんですかその過程で。滝本さんはもう全部なんですけど、うん、一番最初の月に言われたのが、来月あの1人採用しなさいと、うん、で君たち2人でやっててもスケールしないよ、うん、まあ、確かにみたいな、うん、それすらもあんまり気づけてなかったんですけど、うん、はい、分かりましたつって採用して、で採用して次の月は、もう一人採用しなさいと、はい、でただその2人目に採用した人に対して、うんうん、君たち2人が教えるのは絶対禁止、うん、その1人目に採用した人に教えさせなさいっていう、はい、それが会社のスケールだと。1人目はどういう人採用しよう。1人目はもう友達の友達です、うん、あ、誰でもいいと、あ、まあ、いい素晴らしい人採用せと、はいはい、はい、で4人目はもう3人目に教えてもらえと。そうです。なるほど、はい、まあ、経営者がそこを見てちゃダメだと、はい、面白い、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、うん、まあ、あんまりそこまで気が回ってなかったんで分かりましたって言って、うん、次の時は、マニュアルを作りなさいって言われて、うん、人が教えるだけだとこれそのなんていうんですか、残らないんで、うん、マニュアルを作りなさいって言って、マニュアルを作ったら、うん、マニュアルが働いてくれるということで、うん、それ作ってっていうことをやりましたし、うん、あとはそこから時間経って次あの本出しなさいと、うん、いうことで、うん、あの本をあの英語学習 2.0 っていう本を出しまして、うん、そこでいわゆる英語学習のノウハウ全部出したんですね、うん、ノウハウ隠しても仕方ないから全部本で出せって言っていただいて、うん、あのそれを出したのもすっごい飛躍にはつながりましたね。滝本さんなんで本出せって言ったんですかそれは。滝本さん喋るのが早くて正直ほとんど何言ってるかまあなんかね、あの俺も公演の柿内さん経由でなんかそんな話は、はいはい、本当に1時間お話を聞くんですけど、うんうん、2,3 ワードぐらいしか残らないぐらい早くて、そんな早いですか。本当に早いですよ、うん、結論しか聞き取れないみたいな。だから本出せってのは分かった、はい、
まあ、でもそうこうしてるうちに滝本さん、あのお亡くなりに、はい、なられて、ただもう一個その彼との僕の思い出で、うん、ターニングポイントは上場しろっていうことも滝本さんのアドバイスなんですね。なんで上場しろってことなんですか、うん、君たちのビジネスは、うん、それは聞き取れたんですけど、うん、あの英語業界だと、うん、で端的に言うとレッドオーシャンじゃないですか、うん、そのもう山ほど、ね、同業他社の方々もいらっしゃって、うん、先輩の企業もいっぱいいらっしゃる中でやるんで、上場してやっぱり信頼感とかをつけるっていうのは事業に絶対成長を及ぼすっていうのが彼の強い意見で、正直やってみないと僕は全く分からなかったんですけど、なので上場した方がいいよと、かつ2年後に君たち絶対上場できるよっていう、何なんすかそれ、滝本さんの、なんか分かんないです、すごいな、なんか一人挟んで岡田さん通して聞くだけでも岡田さんの魅力もかけ出せたかもしれないけど、やっぱ滝本さんの言ってことってなんかすげえ気になっちゃいますよね、はい、面白いな、本当にすごくて、その迫力とか、まあ、彼はその多分裏にはもっと多分深いいろんな多分、うん、あの理由があって言われてるんで、まあ、基本的にはもう全部素直に受け入れるっていうふうに決めてたんで、うん、まあ、上場しなさい、そういう理由で上がりましたって言って上場準備始めて、うん、でやっぱり上場を実際することができて、あの僕の中では上場っていうのはもちろんその会社の知名度向上するっていう滝本さんがまさにおっしゃってたのもありますし、うん、あとはまあ今後 M&A していきたいっていうのがあるんで、うん、まあ、そういう理由も上場あるんですけど、うん、もう一つはやっぱり滝本さんとの約束っていうか、うん、で彼がその後亡くなっちゃったんですよね、うん、なんでそれを果たしたいっていう思いもずっとあって、うん、やっぱ上場したのはその滝本さんとの約束を一回果たすことができたっていうので、うん、自分の中ですごいこう整理がついたっていうか、うん、なるほどな。上場したと滝本さん墓参り行きました？あ、そうですね、行きましたね、うん、はい、行かしまさに上場決まった時にあの行かせていただいて、あの写真もあの東証で一緒に写真撮らせていただいて、滝本さんの、うん、滝本さんの写真と、はい、いい話だな、うん、素敵いい話、うん、滝本さんじゃ最後の本の教え子だ、そうかもしれないですね、うん、はい、うん、だいいメンターを見つけるっていうのもだからビジネス本当にやるじゃ大事ですね、うん、メンターを見つけるコツって何なんだろう、どういう僕の場合も本当にもうご縁なんで、うん、あのマッキンゼーの先輩にあの僕は滝本さんを指名したわけでは実はなくて、うん、最高のメンターになるような人を紹介してくださいって自分が一番信頼する上司にお願いしたら一人紹介されて、うん、でその人ちょっと自分は無理っていう話になって、うん、はい、でも、はい、俺よりもいい人がいると、うん、いうことで紹介してくださったのが滝本さん、そうか、ね、一番信用する人に最高のメンター探してくださいと、まあ、その経営周りのこと詳しそうな人に聞くのがいいのか、それはあると思います。結局あのその後も何人かの出資者の方に入っていただいたんですけど、その時も一人僕が本当に信頼している方の紹介で、その人が最高だと思うマーケティングだったらこの人、ファイナンスだったらこの人っていう人にを連れてきていただいて出資いただいたんで、まあ、そういう形は一つありかなと思いますね。うん、それで言ったらじゃあ岡田さんに、はい、じゃあ僕とか須田さんが、はい、ちょっと岡田さんが考える最高のメンター、はい、岡田さん以外ですよ、はい、紹介してくるって言ったら 誰今のこのビジネス界だと誰紹介します？投資家も含めてですけど、うん、ちょっとメンターちょっとお願いします。メンター今いないんで、はい、でも物によるんじゃないですかね、何のためのメンターか、どういうメンターですか、ね、あ、そこが大事なのかだと思います。その発想すらなかったな。何のためにメンターかって言うと、やっぱメンターいらねえなって発想になっちゃうんだけど、俺の場合は。で、スザンヌさんはメンターなんでいる？だから私はその、うん、目覚ましいパンを作るために、はい、何が足りない？あの背中を押してくれる人が欲しいですよね。その目覚ましパン頑張れ頑張れって言ってくれる人が、あと工場長の人が知り合いにいる人とか、そういう人がその生産ラインを紹介してくれる。でも今の簡単に言うとあれか、その実業として製造業をやるにあたって、うん、この人脈とかの紹介も含めとか、うん、戦略自信ないから本当にこうロジカルに考えて戦略が合ってるかとかを相談できる人ですね、うん、それ誰ですか今紹介するとしたら。製造業やってる人前にいなそうだからな。確かに製造業やってる人分からないですけど、うん、うちの社外取締役で愛希さんっていう方が、はい、え、愛希さん、愛希さんっていう方が、愛希さん、愛希さん、なんだっけ、愛希さん、どこ、ご存知ですか、愛希さん、何やってる人でしたっけ。愛希さんは今ワークマンの親会社の社長をやってる方なんですけど、はい、もともと鎌倉新書っていう上場企業の社長やられて、まあ、もっと前は楽天にいらっしゃったりとかしてるんですけど、製造業とかっていうことではないんですけど、なんていうんですかね、そのアドバイスが、うん、バランス感覚が本当にいいんですよね、はい、なんですごいいいと思ってて、要するにアドバイザーって、うん、スザンヌさんまさにおっしゃってたように、うん、正しいアドバイスをしてくれることももちろん重要なんですけど、背中を押してくれることもすごい重要で、うん、正しいアドバイスプラス
いや、スザンヌさん正しいからそのままやった方がいいよって言ってくれるのが多分結構重要だと思うんですよね、うんうんうん、なんかその辺のバランス感覚がある人。なるほどな、あさん、あ、お会いしたい、アイキさん論理もそうだけど、やっぱり人の気持ちというか、そういう人に寄り添えるとか、うん、なんかそういう論理と感情のバランスがいい人っていうのはいいのかなと思います、うんうんうん、ちょっと今のだから関連したかもしれないですけど、じゃあその社外取締役さんってどういう観点で選ん、まあ、入れなきゃいけないじゃないですか、上場会社は入れなきゃいけないです。だけどどういう観点で選びました？それも、うん、それも、観点とかっていうことよりは、うんうん、もうまさにご縁なんですよ、うん、はい、当社の、株主で入っていただいた方に、うん、最初社外取締役になってくださいってお願いしたんですよ、うん、まあ、その人素晴らしかったんで、うん、でちょっと忙しいから無理っていう話で、うん、ただ俺が信頼する一番いい人紹介するということで、愛希さんとお会いして、もうその時の第一印象がもう本当に良くて、うん、もう僕の何十倍も経験があって素晴らしい経営者なんですけど、なんですかね、謙虚っていうか、へー、はい、いやもうこういう人が社会取締役になってくれたらそれはもう最高だなって、もうそれ一目で思うような感じの方でした。やっぱり今の聞いていくとあれだな、信頼する人が信頼する人を紹介してもらったらいいな。そうですね、いいですね、キモさんしかり、アイキさんしかり、はい、なんか変な意味でいわゆるデューデリジェンスとかビジネスって言ったりするんですけど、うん、その人とかその企業が本当にいい人なの、うん、いい企業なのっていうのをチェックしないと怖いじゃないですか、うん、アドバイザーとか取締役とかになっていただく、うん、でもやっぱ信頼してる人の紹介ってなると、うん、そこのチェックがもう終わってるんで、うん、そうですよね、それがいいんですよね、うん、そうだよな、はい、そういう意味で言うとリスクも少ないわけですよね。リスクは相当少ないと思います、うん、まあ、さっき一番初めのところなんですけど、そのパートナーのところの話のちょっと前に、もともと起業すると思ってたからマッキンゼー入ったと、はい、勉強のため。なんでもともと起業しようと思ってたんですか？父が、うん、商社を経営してて小さい、うん、まあ、それの影響はすごいあると思います。まあ、父が経営者だったんで、まあ、その背中を見てたので、うん、やっぱり将来自分も経営者やりたいなっていうのは漠然と思っていて、うん、で大学生の頃に一つは阪神甲子園球場で売り子やってたんですよ。うん、へえ。売り子、はい、ビール、コーヒーとか。実は男性ってビール売れないんですよ。あ、そうなんですね。あれ女性の特権で、男性ジュースなんですよ。俺もやってた、神宮でコーヒーとジュース。へえ。男性ビール売れなかったですね。売れないですよね。うん、男性がビールって見たことないと思うんですけど、うん、確かにめちゃくちゃハンデキャップを追いながら、うん、コーヒーとジュース売るじゃないですか。本当はビールの方が絶対売れるんだよ。確かに。で、やってた時に初めてその時に、まあ、いわゆる営業ですよね、あれも、うんうん、声出して皆さんのこう目について、うん、買っていただくっていう、なんか商売って面白いなっていうのを、うん、まあ、それで気づいたのと、うん、あとは読売新聞の営業バイトでやってまして、うん、本当にもうピンポンして反則、そうです、お、ちょっとイメージがあるかもしれないですけど、うん、まあ、変えていただくっていうので、はいはいはい、まあ、今に撮ってる新聞何ですかと、あ、それより読売新聞の方がいいですよっていうのをずっとやってたんですよ、うんうん、でそれも結構やっぱ自分の中ですごい楽しくて、うん、まあ、商売ですよね、うん、自分が一応ちゃんと信じている商品をお客様に説明して買っていただいて喜んでもらってお金をいただくっていう、まあ、普通のこの商売が自分結構向いてるなっていうか、こう好きだなっていうふうに、思っていて、でかつアメリカのシアトルに留学した時に、向こうって結構企業文化が多分日本よりあるんですよね、うんうん、でなんかあんまり今までその起業するなんていうことはワードが自分なかったんですけど、うんうんうん、向こうで普通にアメリカ人が起業してるのを目の当たりにして、うん、あ、自分もやりたいなと、かつパートナーにそこで知り合ったんで、うん、一緒にやろうぜって2人でなんかこう言い合って、なんかそれが自分たちのコミットになったっていう感じになります。まあ、そっか、じゃあ自分のそこバイトの経験とパートナーさんと会って議論していく中で、まあ、企業上向いてんなと、はい、しかもこの人、まあ、こいつとだったら、うん、まあ、失敗しようがなんか楽しいなっていう感覚もあったんで、うん、こいつとやろうまでセットです、僕の場合は。それが楽しそうだと思ったってことか。はい、もう こいつとやりたいな、仕事したい、こいつとやりたい、はい、こいつと仕事したいと。そうですね、それが刺激的だと。そうですね。いや、その人は今何なんですか？今副社長です。へ、今もう事業全体見てるのが彼。 CEO 的な感じですか？ CEO ですね。はいはいはい。でもどうするんですか、今30いくつっておっしゃいましたっけ？ 32 です、はい、去年だから31かもしれないですけど、はい、31にでこう上場しちゃって、はい、今後どうしていくんですか？もうそろそろ引退じゃないですか？いやいや早すぎですよ。普通に考えたらもうだって俺だったらね、鎌倉に家買って有事的に過ごすけど、どうしていきたいですか？全くそんなことないですね。人生の目標は何なんですか、ここから？やっぱりその英語業界まず変えたいんですよ、うん、はい、で日本人が英語で未だに悩んでるっていうのをやっぱり終わらせたい、うん、はい、まあ、終わらせれるか分かんないですけど、うん、
あの改善は少なくともしていきたいん で、うん、で僕らが今までできていることって、うん、例えば売上も今30億なんですよね、うん、売上30億って、うん、その大先輩の企業と比較すると、うん、本当に個別部みたいなまだもんじゃないですか、うんうん、で、まあ、上場してるっていうちょっと箔がついてるだけで、うん、自分たちの実力も自分の中では理解できてるつもりなんで、うん、あのやっぱりもっともっと大きくなって、うん、まあ、一人でもその多くの、 その、まあ、英語で悩んでる方の課題解決したいなっていうふうに思いますし、うん、あとやっぱりその僕らは今英語の授業なんですけれども、もうちょっともっとその少し大きく言うと、世界で活躍できる人を増やしたいっていうのが僕らの今の思いなんですね。でそういう意味では、まあ英語だけに関わらず、その世界で活躍するために重要なことっていろいろあると思うんで、まあそういうのを英語以外も含めてトータルでサポートできる企業になっていきたいなと、こうやっと二足歩行できたぐらいのイメージなんで、まあここからが始まりっていう感じだと思います。なるほど。1個、まあ、ちょっとやや意地悪な観点から質問すると、はい、まあ、今後なんかそのこんだけあの AI の進化見てると、はい、まあ、ポケットオークとかも結構すごいですけど、うん、まあ、Google の翻訳機能すごいじゃないですか、うん、いらないんじゃないか議論をこう唱える人もいるじゃないですか。ありますね。そこはどう思います？そこはですね、もう考えても仕方ないと、はい、パッションだからな考えても仕方ないっていうと、うん、まあ、あのこれってしかも未来なんで、正直論理的にも僕も説明できないんですよ、うん、なんでただまあ感覚的にはそうならないだろうなと思っていて、うん、やっぱり言語ってコミュニケーションツールなんで、うんうん、あので代替するところもあると思ってるんですね、うんうん、やっぱり僕のイメージだと、やっぱり旅行とか、うん、そういうのは、うん、あの例えばレストランで注文する、うん、これは絶対翻訳機使ってできたらいいじゃないですか、うん、なんでそういうのは変わっていくと思うんですけど、じゃあビジネスって意外と共感性が大事だったりするんで、うんうん、あの実際でほとんど使われる会話にはやっぱり生身の人間が重要なんだろうなと自分自身は思ってて、うん、あのどうなるかわからないですけど、まあ、自分はそこにベットしていきたいなと思ってます。なるほどな。生身のコミュニケーションとしての英語の価値は残り続けるだろうなと。と思いますし、うん、あのやっぱり今でもだいぶ進んでるんですけど、うん、グローバル、まあ、グローバル化ってちょっと使い古されすぎてあれなんですけど、うん、もっともっとどう考えても進んでいくんで、うんうんうん、まあ、さらに英語必要になってくるだろうなとは思ってます、うんうん、そうなんだよな。英語俺も逃げ続けてきたけどな、須田さんも逃げてきたでしょ、どうせ。俺もすごい逃げてきたのよ。そうですよ。ここだって逃げてきた2人じゃん。そうですよ。だからその最初のその診断が怖いぐらい何も分からないから、だから逆に言うと覚えやすいかもしれないですね、うん、もう真っさらの分からなさで、ね、うん、成長早いと思います。 ありがとうございます、はい、褒め上手。吸収ね、褒め、これ伸ばすコツだからね伸ばすコツだからいや本当やってみようかなと思いますよね。一緒にやりましょう、高橋さん。いやでも俺これじゃったら死んじゃうけど、時間のマネジメントしてくれるんですもんね。そうです、そうです。それちょっと楽しみだね。だから仕事もちゃんとここはこうした方がいいとか教えてくれますよ、はい、もうちょっとVTR をこうやって見た方がいいとか。サイバーエージェントやめろって言うけど大丈夫でもあの高橋さんみたいに無理だっていう人をできるようにするのが僕らの仕事なんで。あ、すごいですね、はい、やりがいあります。俺でもこれまあでも本当本末転倒だけど、うん、俺結構逆戦略で、俺英語大学時代に英語はマジで向いてないと思ったの、うん、これは無理だと、うん、だから俺日本語だけでいける高みまで登ろうと思ったの。あ、面白いですね。テレビってね、英語一切必要ない、うん、確かにアホの集まりだからいやそんなことないだけどアホだけで勝負できるの珍しい業界。確かに、まあ、そういう戦略もある。素晴らしいですね。あったんだけど、うん、でも英語やっぱやりてえから。そうですよね。あ、最後一個だけちょっと、うん、結構その岡田さんのとこって今社員何人でしたっけ。170名です。なんかすごい全部そのさっきのコンサルみたいなことやってくれる人が普通なんか外注かと思う、全員社員なんですよね、はい、全員正社員です、ね、そこ面白いなと思ってて、まあ、リスクもあるし、はい、うん、いろいろこうやり方ってあると思うんですけど、はい、なんでこう正社員でやってくるんですか。ですね、うん、あの会社創業するときにこれはもう決めたんですけど、うんうん、英語業界を変えていきたいなと思ってて、うん、その英語業界で働く人の待遇変えたいなと思ったんですよ、うん、英語業界って結構その利益率も厳しくて、うん、非正規雇用が多いんですよね、うん、いかにこうレッスンをいっぱいやってもらって効率よくやって、まあ、なんでちょっとこうブラックなところがあるんですよ、うんうん、でこれをせっかくだったらもう逆転させたいなと思いまして、うん、なんで当社は、もう全員正社員にして、うん、であとは給与も高くする、うん、であといわゆるコマを詰めすぎるんじゃなくて、うん、めっちゃ開ける、うんうん、一個一個レッスンの間に、はい、余裕を持たせる、うん、はい、っていう風にやっても成り立つような商売にしようって最初に決めたんですよ、ね、なんでこれも値段が高くなってる一つの要因では実はあるんですよ、まあ、人件費かかると、はい、もう かけてるっていうことですね。そっちの方がいいですか、やっぱな、それいいと思います、やってて。いいと思います。あのデメリットもあるんですけど、うん、デメリットはやっぱり需要が厳しくなった時に当然固定費になるんで、うん、経営的には難しいっていう、うん、あのデメリットはあります。ただこれを抱えてもこのビジネスって、うん、まあ、サービスってお客様とコンサルタントが1対1なんで、うん、そのコンサルタントがどれくらいのモチベーションで働いてるかって本当に大事なんですよ、うん、
やる気ない人がコンサルタントだったら絶対無理じゃないですか、うん、信頼関係ですもんね、はい、この人のパッション本当にスザンヌさんの英語を良くしたい、うん、しかもそれによってそれだけじゃなくてもう日本全体良くしたいって思えるぐらいのやっぱモチベーションで働いてるっていうのが重要なんで、うん、それは正社員にして組織作りに、まあ、時間もお金も投資してきて、うん、できた、まあ、作品っていうか、うん、なんで本当に良かったなとは思ってます。なるほどな、うん、そうですよね。それの人で当たり外れがあったら嫌ですもんね。この人だったら頑張れたけどこの人だったらちょっとんーとかなるより、ね、みんながねなんか頑張って、まあ、正社員でね、うん、人的資本系そうですねみたいな、はい、まあ、これちょっと前に提唱結構されましたけどね、うん、はい、人的資本系って何なんですか。まあ、人のせいちゃんとその人材を育てていくみたいなことですか。結局やっぱり人に投資をしたらちゃんとそのビジネスになるってことだと思うんですよ、はいはいはい、その収益につながっていく、その人への投資はただの費用じゃなくて資産になるよってことだと思うんですよね、うん、でまさに僕はそうだと思ってて、やっぱり正社員にすることでもうまさに当然資産ですし、そこにその時間とお金を投資して、うん、なんていうんですかね、することっていうのは、うん、回り回ってお客様が喜んでいただいて、うん、そうするとリピートもしていただきますし、うん、お客様がお客様を紹介してくださるんで、うん、利益にとめちゃくちゃ貢献するんですよね、うん、なんで それ、まあ、それがなんか人的資本系の、まあ、なんて言うんでしょうね、意味合いなのかなっていうふうには思ってます。なるほど、めちゃくちゃちょっと32なのにすげえな。いやすごい、めっちゃ勉強になりました。32の時何してたっけかな。すごい、なんか勝手に背中を押された気分ですよ私は。そうなんですか、はい、トーストを目覚ましを、ね、トースト目覚ましを作りたいね、はい、小川さんなんかじゃあ収録、はい、やってみるけどどうでした。いや楽しかったですね。逆にやっぱりいろんな質問されることによって、うん、自分がこう考えてたんだとかっていうのはすごい分かりましたし、はい、ただやっぱりまあ喋る中で自分が改めて感じたのは、うん、その本当に自分たちってまだまだちっぽけで、うん、その本当に小さい企業でまだまだ何のインパクトも残せてないんで、うん、まあ、こっからがスタート、うん、で日本を少しでも前に進めるように頑張りたいなっていうふうに思いました。なるほどな、いやすごい、俺ツーショットで写してほしいんだけど、これ投資家がやっぱりどっちに投資したくなるかってこっちだよね、うん、同じ経営者だよ。本当ですよね、なんかこの絵面から感じるのいっぱいあると思うんだけど。いや勉強になりました本当。いやいや、勉強になりました。スザンさんどうでした。いや本当なんかすごい上場されててすごいのに、なんか親しみやすくて分かりやすくて、うんうん、なんか私もなんか頑張ろうってなんか思えました。すごい聞いてて、話を聞いてて、うん、私もだから本当に目覚ましパン作ります。うん、期待します。絶対買います。買ってくださいよ。もちろん買います。2個売れましたからね。2個売れました。弘中アナも買いますよね。3つ、はい、3つ売れた。家に2個か。家に2個、弘中さんと別に個、ね、実家用に、はい、実家用に、ね、実家用にお願いします。確かに、ありがとうございます。本日のゲストはプルフレットの岡田翔吾さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスとしてはなんか本当に漫画アプリのドラマ版を作ろうとしていて、今のこう消費スタイルの変化にテレビドラマとか映画みたいなコンテンツっていうのが対応できてないんじゃないかっていうところを課題として捉えて、ドラマっていうコンテンツのフォーマットそのものを次世代型のフォーマットに変えていきます。日本のコンテンツをこう世界に出していきたいみたいなのがある中で、クリエイターがこう動画を出した時に対 1.2 億じゃなくて対80億に対して触れる機会を作る。リハックではですね、サブスクのまったりリハックという、サイトもやっております。こちらはですね、無題とか、リハックスとか経済の森の、楽屋トークとかアフタートークみたいなのも、たまにちょこちょこ配信したりしてます。なんかコンペだけがちょこっとした話を、したり、意外にそこが面白かったりしてます。あと、生配信とかねたまにやったりしますんで、皆さんともライブでやりしながら、本当にいい、まあ、全然登録しなくても大丈夫ですし、チラッと登録しなくても登録してください。引き続きよろしくお願いします。